おはようございます、きまちゃんです。今回なんですけども、こちらロイスのチョコレートとコンビニのお菓子食べ比べをしたらちゃんとわかるのか説、コンビニの生チョコレート系お菓子買ってきました。どれが一番ロイスのチョコレートに近いのかっていうのを食べ比べをしていきたいと思います。とりあえず全部開けるから。ベルティキスガーナプレミアム生チョコレート、ガーナプレミアムトリュフ、ロッテ口どけショコラ、これですね。これ似てる、めっちゃ似てる。ちなみに、ドイツのチョコレートはこんな感じです。見た目は切ればわかるんですけど、めちゃくちゃ柔らかい。中はこんな感じですね。これがね、口どけショコラなんですよ。めっちゃ似てるんだけど、形は危ない。あ、買った、割れちゃった。食べてみます。糖類ゼロなんだけど、めっちゃ甘い。普通に甘いわ。次、メルティーキス。まあまあって感じですね。メルティーキス食べてみます。ミルク感が強いですね、メルティーキスの方が。後に甘さがガツンとくる感じ、なんか味に深みがあるように感じます。次、ガーナリッチ生チョコレート。うわ、近いな。これでも包丁入れた感じの滑らかさは一番似てる。表面がコーティングしてあるんで、ちょっとわかりやすいですけど、生チョコっぽい、一番生チョコっぽいかもしれない。なるほどね。次、ガーナプレミアムチョコ。これ多分6個ぐらいしか入ってないんですよね。ここに、こんな感じの。結構でっかいんですよ。硬いな、でも。あ、結構硬いな。これはわからんの。後で食べ比べしてみよう。切ってきました。これがロイズですね。ロイズ。口どけショコラ。ゼロ口どけショコラ。メルティーキッス。プレミアムガーナ生チョコレート。トリュフですね。とりあえず、ロイズから元々のね、味確かめてみたいと思います。これはね、わかる。これはわからんと困るな。やっぱ生チョコレート1個だもん。やばいわ。話にならんかもしれん。全部硬いもんね。コンビニのお菓子やっぱり。生チョコレートと言いつつ、メルティーキス。買った。ゼロ、口どけショコラ。いかんな。クイズになるわ、これ。どうしよう。ガーナのトリュフ。あー、トリュフならなんかギリ細かせる感ある。細かく切れば分からんかもしれん、これ。あと柔らかいんですよね。切り方次第だな。ちょっと原点に戻るわ。柔らかさが全然違うんやな。うまっ。プレミアム生チョコレートもやっとくか。あ、でも柔らかいわ、やっぱり。あー、でも柔らかい。ガーナすげえわ。表面だけで中はめっちゃ柔らかいから、最初の舌触りぐらい。これは分からんかもしれん。プレミアム生チョコレートでいきましょう。食感重視するなら、この中で言えば柔らかいってだけで、基本的にやっぱ硬いんですよ。コンビニって常温保存できるんで。優勝です優勝です。味は正直ね、もうほとんどわからん。後でミルクがふわってくるんですよ。結構味も近いんじゃないかなって思う。でもやっぱロイズ段違いだけどね。ガーナの生チョコレートで食べ比べをしていきたいと思います。まあ一人引っかかったらいい方かな。ちょっとみんながわからないようにね、頑張って加工したいと思います。ということで準備したいと思います。行ってきます。チョコレートクイズー。出たよ。食べ比べをして、一番近いやつを選んできたんですけど、一回試しにやってほしいです。よかった。いいですね。とりあえず、口に入れます。はい、どれもらっちゃう。次、B いきますよ。はい。いただきます。ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね。合ってるのかな。待ってくださいね。ロイズのチョコレートをじゃあお願いします。 B。 ブンプいけるぞこれ、いけるぞこれ。おかしいな、ちょっとテンション上がってきた。いけるぞこれ、嬉しい。これは普段食べてるものによります。え、嬉しい、めっちゃ嬉しいんだけど。朝6時から準備してました。見た目って大事だね。そう。いける、これ。あるな。見て食べるってめっちゃ大事。めっちゃ大事。目つぶるとマジでわかんない。はい。ということで、今から100均行ってアイマスク買ってこようと思います。なんか悔しい。めっちゃ嬉しい。昔から。
じゃあ本編の方もね、ぜひ楽しみにしててください。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。味美味しいんよ、やっぱコンビニのチョコレート普通に。いや、俺ほんとさ、絶対こればかりやろうと思ってさ、何やってんだろう俺って思いながらさ準備してたんだけどさ、なんか報われましたよ今。